ビデオダイアリー、November 6, 2019, by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. ビデオ日誌、2019年11月6日、林博です。おはようございます。今日は昨日のビデオダイアリーの続きとして、希望について考えてみたいと思います。希望があれば、あるいは希望さえあればですね、なんとか人というのは生きていかれるものではないでしょうか。逆にね、いくら恵まれた物質的にですよ、あるいは物欲的にでもいいわけですけども、生活をしていてもですね、希望がない生活というのは、いつもカラ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 と空回りするだけでして、つまりは、つかみどころのない生活ということになってしまうのではないでしょうか、ということなんですね。これは以前にも話しましたが、ブッダがこんな話を説いています。ブッダの言葉です。北行の中の言葉と考えて良いと思います。ある時にですね、ブッダのところへ一人の男がやってきます。そしてブッダにこう言うのですね。ブッダよブッダ、私は苦しい、辛い、寂しい。私は明日死ぬことになっている。ブッダよ、寂しい、辛い。どうすればいいんだってね。その男がブッダにそう問いかけるわけです。するとブッダはですね、その男に向かってこう言い諭します。明日のないことを嘆いちゃいけないよ。明日がないからといって、それを嘆いてはいけないよ。今日まで生きてきたことを喜び感謝しなさいよ。とね。まあいい言葉ですね。で、それに続く話というわけでもありませんけども、こんな話もあります。ブッダのところにね、やっぱりある男がやってきてですね、こう訴えるわけです。ブッダ、私は明日死ぬかもしれない。心配です。不安です。寂しいです。どうしたらいいんでしょう。ブッダよ、教えてください。教えてください。と言って、ブッダに、まあ、泣き込むと言いますかね。ブッダのところへやってきて、そのように訴えたわけです。すると、ブッダはですね、その男にこう言ったとされています。あのね、明日のことは心配しちゃいけないよ。明日のことなんか心配しちゃいけないよ。それよりもね、今のこの瞬間に、今あなたが本当の意味で生きてるかどうか、本当の意味で生きてるかどうか、それを心配しなさいよ。ってね。まあ、そのようにはブッダが悟したって言うんですけども、やはり良い言葉ですね。つまり、ブッダのこうした哲学を、まあ、全体として眺めてみるとですね、つまりそれは、ある意味でね、大乗非仏説、つまり日本へ伝わってきた仏教というのは、もともとはブッダの言葉ではないんだよという説にもつながっていきますが、ブッダはですね、まあ北行の世界を除いてですね、まあ除いてと言いますか、北行の外ではですね、前世だとか来世という言葉は一度も使ってないんですよね。それは私が調べました。その前世とか来世とかね、そういう言葉が出てくるのは、ブッダ滅後のアショカ王の時代、その頃にまあ何百巻何千巻という偽経ができるわけですけども、その中に出てくるんですよね。つまり、ブッダ自身は、まあ、はっきり言えば、前世、来世、つまりあの世というのを一切述べていないんですよね。だからブッダ自身も、あの世のことはわかりませんってね、そういうふうに率直に言っている部分もあります。ともかくも、ブッダの哲学というのはそのあたりに集約されるわけです。そこで、本当の意味で生きることというのはどういうことかということを考えてみたいなと思うわけです。つまり、私たちはですね、日常生活の中で繰り返し繰り返し同じことをしながら、そして生きているわけです。これは個人としてもそうですけども、今度は人間全体を考えてもですね、あるいは皆さんの、まあ、一生、100年なら100年でいいわけですけども、100年を振り返ってみても、まあ、
同じことを繰り返しているということですね。そんなこと言うと、違うよ。100年前と今とでは時代が違うよ。なんてね、おっしゃる方も多いと思いますけども、それはひょっとしたら、まあね、若い方ではないのかなと思いますね。まあ私、72歳になりましたけども、72歳になるとですね、まあ、自分の過去を振り返ってみると、もう72年かって感じでね、短く短く感じるもんなんですよね。2倍すれば140年ですか？ 3 倍すればね、210年ですからね、江戸時代の中期へ行ってしまうわけですよね。そうしますと、何かしらね、たった3倍かと思うとですね、江戸時代の中期っていうのが、うんと近くにやってきますよね。まあ、そういうふうに考えるとですね、まあ、時間の流れっていうものをですね、まあ若い人とは別の捉え方をするようになるわけですけども、そういう自分の人生を振り返ってみるとですね、まあ例えばですね、若い人がですよ、今と50年前とは違うよ、なんてね、おっしゃってもですね、私にはそうは見えないんですよね。で、どこが違うんですかって聞くとね、今はね、そのインターネットもあって、スマホもあって、まあいろんなね、電子機器があって、便利になったってわけですよね。もうじき、リニアモーターカーも走るようになるからね、東京とね、大阪が、まあ瞬時で、まあ大阪で結ばれるようになるんだよとかって、まあやがてね、そうなるんだよって話をするわけですけどもね。まあ、しかしですね、今から50年前、そうですね、私が20歳前後のことですけども、ね、東京オリンピックが成功してですね、そして新幹線が走ってですね、そして日本はですね、高度経済成長期に入ってですね、それこそ飛ぶ鳥も蝶々って言いますかね、それくらいに勢いで、なんて言いますか、日本全体が発展してたんですよね。しかし、まあ当時はですね、電話といってもですね、まだダイヤル式のね、G5、G5、G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 5、G なんてね、回して使う電話だったんですよね。しかし、それからまたさらに15年、20年、まあ戻りますとね、私が子供時代ということになるわけですけども、我が家にね、私の実家に電話がついたのが、小学校2、3年頃のことではなかったかなと思いますね。隣の家とね、共有電話でしてね、まあ、電話線が一本で繋がってたんですよね。ですから、お互いに分け合ってその電話を使っていたんですけども、その電話がついた時には嬉しかったですね。で、まあ、お父さんお母さんがですね、もったいないから長く話しちゃダメだ。少しね、話しますともったいないからダメだ。なんてね、叱られた記憶がありますけども、電話ってのは便利だなぁなんて思いましたね。それから、小学校3年生から4年生の頃、初めて私たちの街にですね、テレビっていうのができたんです。はい、やってきたんですよね。白黒のね。それでまあ、テレビを見た時には驚きましたね。で、私の家は結構早くテレビを買った家なんですけども、まあ、6年生だったか中学1年の時にテレビっていうものを私の家にもやってきました。で、玄関先に置いとくとですね、通る人たちがみんな家の中入ってきましてね、みんながそこにある椅子だとかね、よく土間に、土間って言いますか、その台がありましてね、そこに座ってテレビを見ていました。そういう時代だったんですね。まあ今の人たちから見るとね、考えるとまあとんでもないと言いますかね、そんなことって感じでね、驚かれると思いますけども、いわゆるまあ生きることにまつわる感動、ドラマっていうのは今も昔も変わらないということですね。それが言いたかったわけです。つまり50年、100年って言いますけども、その都度人はですね、それぞれの環境は変わりますよ。技術的な進歩、あるいはそういったものはどん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 変化していきますけども、まあ物理的な変化はありますけども、しかし、その底流を流れる人間の心というのは、いつのようになっても、やっぱりこう同じことを繰り返すってことになるわけです。まあ、例えばね、私もね、学生時代恋をしていろいろと悩んだり苦しんだりしましたけども、今の人と比べて劣っているとか勝っているってことはありませんね。それはその時代の年々ってことになるわけです。ところが、まあね、安易、時にはですよ、中には安易に過去を否定する人が時々いますよね。まあ、あんたたちじいさんばあさんの話なんてな、役に立たないよ。今と昔はね、違うんだよと。文化も音楽もね、みんな違うんだよってことをおっしゃいますけども、もしそうならですよ。もしそんな論理が通るならば、いつか今の皆さんの、今の現実がですね、50年後、100年後には、すっかり否定されるということにもなってしまうということになるわけですよね。つまり、今の皆さんがですね、50年前の音楽なんてあんなのくだらないよ、と言ったとするとですね、それは取りも直さず、今度は50年後の新しい人たちがですね、今の現代のこの瞬間を見てですね、そんなのつまらないよというと、よと同じことになるということですね。
つまりその論理そのものが間違っているということですね。つまり私たちはその時代その時代、皆さんも皆さんで今の時代というものを懸命に生きていらっしゃるわけです。その懸命さ、つまりその懸命さの中から生まれるドラマというのは、これは変わりはないということですね。何も変わらない。ですから、まあね、皆さんの若い人から見るとね、72歳の私なんかはもう本当にどうしようもないじいさまに見えるかもしれませんけどもね、しかしね、これは事実ですよ。そういうあなたでもね、過ぎてみるとね、あっという間に50代になり、あっという間に60代になってね、そしてあっという間に72になってね、あっという間に終わったなっていう感じで、今のこの時、まあその未来の、未来、皆さんにとっては未来ですけども、今の私の年齢を迎えることになるというわけです。まあ、人生というのはそういうものだということですね。と考えていくと、何かしらのこう、虚しいって言いますかね、寂しいって言いますか、悲しいって言いますかね、やるせない気持ちが、とっとと湧き起こってきますね。じゃあ何のために私たちは生きてるんだってことにもなってくるわけです。で、よくね、昔の人、あれはね、仏教では、生老病死という言葉を使いますね。まあ、生きていること、生まれることじゃなくて生きていることですね。生きていることは辛いことなんだよって意味なんですよね。まあ、本当にそう思いますね。生きていることに、生きていることそのものが、なんて言いますかね、苦労、苦痛、寂しさ、悲しさの連続でしてね、時々ですよ、ほんの時々、曇りのね、雲の切れ間に青空が見えるように、なんて言いますか、楽しい時がやってくる程度でしてね、それ以外は何て言いますか、まあね、あくせくあくせく仕事をして働いて、そしてね、家族のこと考えて、学費のこと考えてね、まあ、あれこれやりこれやりくりするんですけども、そういう中からね、ほんのわずかな、ほんの瞬間だけ楽しい時っていうのはやってくるわけですね。まあそう考えると、悲観的なものの考え方になってしまいますけども、まあそういうもんだということですね。生きることっていうのは、そもそも、まあ、苦しいもんであり、辛いものであるということですね。そういうふうに考えれば、その時々の苦しみ、辛さっていうのは乗り越えられるものだということにもなってくるわけですけども、まあ、それはいいです。でから、老ですね。老いるということは、やっぱり寂しいですね。袋小路に入っていく寂しさ。日々にね、不可逆的に、まあ、肉体が衰えていく、気力、知力も衰えていくということをですね、現実の場で日常的に経験するわけですよね。で、ここで自分が立ち止まったら、僕はこのままで、まあ、ずるずるずるっと押していくんだという恐怖感、強迫観念というのもありますね。それから周りの人たちがみんな亡くなっていく。友達が亡くなる、近所の人が亡くなる、一緒にあれ、何々した人がまたいなくなるとかね。そういう感じで、老っていうのは、寂しさとの戦い、孤独との戦いということになるわけですよね。もちろん病気もありますけどもね、病気と言ってもですよ、皆さん。治る見込みのある病気っていうのは、これは病気じゃないですね。例えば骨折したとかね、虫歯で歯が痛いというのはですね、それはまあある意味で何でもない病気ということになるわけです。しかしね、まあ病気といっても、まあそのずっとそれを境と言いますかね、起点にして続いてしまう病気もあれば、さらにはその命取りになる病気もあるわけですよね。そうしますと、なんて言いますかね、日々にざわ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 とした不安感、心配ですよね。何をしていても気が晴れないと言いますか、心臓にぺったりとね、黒いヘドロがね、油がぺったーとくっついたような抑うつ感って言いますかね、そういうものを感じて、悶々として過ごすようになるわけですよね。あーってな感じでね、そして周りの人を見ると結構みんな健康でね、ピンピンしているものですから、そういう人を見るとですね、不思議だな、どうしてあんな風に体が動くんだろうとかね、まあそんな風に考えることもありますよ。それから今度は死。これはもう死はですね、どうしようもないですね。私たちは分子とね、光の織りなす世界でね、まあいわゆるある意味で幻想の世界を見ているわけですけどもね、私とは何か、私は何なんだ、何なんだ、どこ行けばいいんだ、何のためにこの世の中に生まれてるんだ、そして死んだらどうなるんだ、私って何だ、なんてね、考えていくと、やっぱり死というのは、まあ寂しいですね。まさに、まあ全ての自由を奪うという意味でね、不条理なりってもね、まあサルトルもそのような言葉を使ってますけども、まあ私は自由だ、自由だ、自由だ、この世の中で自由だ、なんてね、いくら威張ってみてもですね、やがてやってくる死の前では、かげろうのね、まあもやもやほどの意味もない。形もない、意味もないっていうかね、まあなってますかね。いわゆる、まあ、つかみどころがないんですよね。まあそういうふうになっていく。その生老病死というものと戦っていく。
ってことは、まあ、生きるってことは、結局はまあそういうことの連続であるということになってくるわけです。ですからまあね、曇天の、ね、鉛色の雲の下でですね、空を見上げながら、どうしたらどうしたって悩む。そして時々、垣間見るとね、垣間っていうか、時々ですね、時折、雲と雲の切れ間からね、青い空が見えてきて、光が輝いてくる。っていうような感じで、まあ、そういうのが人生という感じがしますね。また、それが当たり前ですからね、まあ、それを前提として生きれば、まあ、何でも、他のね、苦労も、まあ、何でもなくなるわけですけどもね。はい。楽しいことは前提として考えると、結局はね、失うことばかりでしてね、加齢とともに、年を取れば取るほど、失うことばかりでね、寂しくなるわけですよね。まあ、要するに、生きるということはそういうことなんだってことになってくるわけですけども、そこで最初の話に戻りますけども、まあ、日々に繰り返し繰り返し生きていくわけです。それは、個人の場合もそうですし、また人間の場合も、繰り返し繰り返し生きていくわけですよね。それは100年単位で繰り返していく。まあ、50年単位でもいいわけですけどもね、今もっと早くて10年、20年単位で繰り返しているような感じがしますね。まあ、わかりやすく言えば40代の人はですね、20代の人とはもう会話ができなくなってきてるわけですよね。はい。で、その40代の人と60代の人も会話ができなくなって、もういわゆるできないということは、会話そのものが噛み合わないわけですよね。いわゆる私の70になりますと、もう50代、40代の人っていうのは、まあ、別人してますかね。エイリアンみたいですよ。まあ、全然ね、価値観も違いますし、物の考え方も違いますしね。もちろん趣味やね、方向性や思考性もみんな違いますからね。ですから、噛み合わないんですよね、会話がね。まあ、それはそういうもんだろうと思います。が、しかし、それが、サイクルがどん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 短くなってきていることは事実でしょうね。ともかくも、忙しい感じ。人間の生活そのものが大変忙しくなってきている。ということでですね、そこで繰り返し論というのが生まれてくるわけです。私個人を見ても繰り返し、人間全体をしても繰り返し、繰り返し、繰り返し生きてるわけですよね。もちろんその時々に生きてる人は、私は過去の人を繰り返してないというふうに思うかもしれませんよ。私もそうでしたからね、懸命に懸命に生きてきましたけども、はたと気がついて後ろを振り返るとですね、何のことない、私はみんなと同じことをしてただけなんだってことが分かるときが来ますね。もっと言えばですね、北海道のスズメも沖縄のスズメもね、それぞれのスズメはそれぞれで違ったことをしているかのように見えますけども、まあね、スズメはスズメ、北海道のスズメも、沖縄のスズメも、スズメはスズメ、ある枠の中で、まあそれぞれがね、自由だ、ね、あるいは私は好きなことやってるんだ、なんてね、考えてるかもしれませんけども、結局は同じことをしているわけですよね。で、繰り返し繰り返し生きていくわけです。繰り返し繰り返し生きていくわけですよね。そうするとですね、じゃあ何のために人間は生きてるのかってことにもなってくるわけです。何のために私は生きてきたのか、そして今のこの瞬間をね、生きているのかということにもなってくるわけです。まあ、若い時はね、無我夢中ですから、そこまで考える余裕はないかもしれませんし、私自身もありませんでした。私は私なんだ、なんてね、偉そうに、まあ、私はね、個人主義だとかね、まあ、いろんなこと言って、まあ、威張ったこともありますけども、しかし振り返ってみると、何のことない、みんなと同じことをしてた。すなわち、北海道のスズメも、沖縄のスズメも、スズメはスズメという感じで、スズメの世界を生きてきただけなんだなと思うわけです。そんなことを考えますとね、じゃあ何のために生きてるかってことにつながってくるわけです。何のために生きてるかなってことになってくるわけですね。それが今日皆さんにお伝えしたい希望論ということになってくるわけです。話はぐんと変わりますけどもね、こんな話がキリスト教の世界には残ってますね。ある日ね、ある日、ノアね、ノアの大洪水のノアがね、神にこう問いかけるんですよ。神よ、神よ、どうして人間を滅ぼすんですか？人間を滅ぼすんですか？人間をね、滅ぼすくらいならば、つまり不完全だからね、どうしようもないからね、人間は滅ぼすということであるならば、あなたが人間を作ったんですから、どうして最初からパーフェクトな完璧な人間を作らなかったのですかって、まあ神に問いかけるわけです。すると神がね、ノアにこう答えたと言われています。これはあくまでもキリスト教の説話ですけどもね、ノアよよく聞け、ノアよよく聞くんだよって。それはね、不完全にわざわざしたのはね、人間に希望を与えるためなんだよってことを言ったと言われています。つまりね、人間は努力によって頑張って、そしてまあね、その精進すればですね、仏教的に言えば神のような人間にもなれると。つまり神に近づくことができると。
そうでなければ、そうでないわけですけどもね。まあ、ともかくも、人間は努力によって神に近づくこともできるんだよ。それが希望なんだよってことを、ノアに諭したわけですね。まあ、そういう話が残ってますけども、そこが重要なんですよね。確かに私たちはボロボロでね、どうしようもない不完全でね、まあ、醜いもんですよ。そんな人間ですけどもね、しかし、そういう自分で、ある中でもですよ、何かしらその先に希望、いわゆるまあ、遠くに光る灯火、小さな小さな灯火でも良いわけですけども、それに向かって生きていくことによって、私たちは生きていかれるんですよね。もしですよ、まあ、生老病死だけでね、終わったとしたら、本当に何のために生きてきたんだろうってことになりますけども、どんなに苦しい時、辛い時、それこそ大病を患ってね、明日への希望をなくし、まあ絶望してもですよ、しかし、遠くに小さな、たとえ小さな小さな光でもあればですね、その光に向かって、またその暗闇の中で一歩、一歩、それは辛いでしょうね。本当に自分の重い足をですね、引きずるように、鉄のようになった、塊のようになった足をですね、よいしょ、よいしょと自分に励ましながら、一歩一歩前に進んでいく、その進んでいくことができるということですね、希望というのは。逆に、先ほど冒頭で言いましたように、いくらね、恵まれた、見た目にはですよ、見た目には恵まれた環境にあって、何一つ不自由なくて楽しそうに暮らしている人たちにしてもですよ、ふと振り返れば、ね、要するに、まあ、薄い、まあ、氷の上をね、歩いているような不安感が常にあるわけですよね。まあ、私なんか常にありましたよ。特に自由業というね、まあ、この日本では全くもって恵まれない生活、様式、生活でしたからね。まあ明日病気でね、倒れればおしまい。事故でね、倒れればおしまい。不安と心配の連続でしたね。そういう中で、まあ懸命に歯を食いしばって生きたわけ、きて、わ、きてわけですけども、まあその連続でしたね。そんな時でもですね、まあそれはそれでもまあ若さとかね、まあ健康だとかそういうことがありました、あったので乗り越えられることができたんですけども、しかし、それはある意味でね、その時々の、まあ自分の、まあなんて言いますかね、本来、その氷の下には、まあもっとね、もっとはっきり言えば死というものがですね、おいでおいでって手招きしてるんですけども、それには目もくれず、そういうものはないんだってことでね、まあなんて言いますか、あえて目を閉じながら、その上を歩いてきたという感じがしますね。が、しかし、ふと振り返って自分の周りを見ると、そういう、まあなんて言いますかね、不安と心配の種だらけですよね。まあそんな時、そういうものなんですよね。しかしね、若い時っていうのは。しかし、若い時はそれでまだ、なんとか生きていかれるんですよね。もっとはっきり言えば、自分をごまかしてでも生きていかれるわけですよね。もっとはっきり言えば、欲望の奴隷となってですね、名誉地位財産を、まあ、がむしゃらに求めていたとしても、その虚しさに気がつくこともなく、それが善だとして正しいことなんだ。あるいは自分が求めている道なんだ。またそうなることが、自分にとっては良いことなんだ。もっと言えば、それが幸せにつながっていくんだというような、錯覚。まあ、錯覚って言い切ってしまうのも失礼かもしれませんけども、錯覚の世界で、まあ、自分をごまかして生きていくことができるということになるわけです。が、しかし、ふと振り返ると、その下には何にもないがらんとした空虚のね、それこそ振り返ってみると、秋のね、から風がヒューと吹いてきて、くる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 とね、まあ、道路の上で、まあね、風を吹き上げて、落ち葉がカラ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 と回っているような感じの世界がそこにあるわけですけどもね。が、しかし、年を取ってだんだんそうなって、まあそういう、その先細るって言いますかね、また暗い話になりますけども、まあね、なってきますとね、まあ家族もいなくなる。ね、お父さんお母さんもとっくの昔いない、おじちゃんおばちゃんももういない、というような生活の中でね、また私を理解してくれる人もどん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 年ごとに少なくなっていく、また私自身も人をね、理解するだけの能力、知力も減退してくる、気力もない、エネルギーもないっていうことになってきますと、そこに待ってるのはやっぱり寂しい世界ですよね。そんな世界の中でも、頑張って、頑張って、踏ん張って、踏ん張って生きていくんですよね。じゃあなぜそんなことができるかっていうと、やっぱり希望があるからなんですよね。小さな小さな灯火かもしれませんけども、希望なんですよね。それが、ノアがね、神に問うた時の希望ということになるのではないでしょうか。まあ、どんなに追い詰められてもですね、よし、その希望に向かって歩くぞ、ね、神に近づいてやるぞ、ってね、真善美を求めてやるぞって感じでね、食いしばって一歩一歩と頭を下げてですね、そして、なんて言いますかね、ダッシュってか、ダッシュはできないですね。もうね、一歩一歩踏ん張りながら前に進んでいくわけですね。ところが前からは強い風がビュー。
っと吹いてくるわけですけども、この野郎、畜生ってね、踏ん張っていくわけですけども、そういうふうになってくるわけですね。その時に、やっぱり私を支えてくれるのは、希望ということになるわけですね。つまり、その希望があるがゆえに、私はですね、前に進むことができるわけですよね。と同時に、若い頃にね、懸命になって追い求めた名誉や地位、まあ財産はね、いつの年になっても必要ですけども、名誉や地位やね、そうした肩書きというものが、いかに虚しいものかということは、もう嫌というほど思い知らされますね。まあ、それは、ある意味でね、先ほど言いましたように、秋の日のね、まあ、なんて言いますか、赤明けの日に、陽炎は立ちませんけども、なんて言いますかね、その空風の中に舞うね、風のようなもんですよね、乾いた風のようなもんですよね、さら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 とどっか行ってしまうんですよね。で、そういう中で、前に向かって歩いていくわけですけども、それが結局は、希望ということになるのではないでしょうかね。で、その希望とですね、繰り返しをどういうふうに考えるかですけども、はっきり言いますとね、個人の生活を見てもですね、日々が日々の繰り返しでしかない。今日は昨日と同じ。で、明日は今日と同じだろう。そして今年は来年につなぎますけども、来年は今年と同じだろう、去年と同じだろうっていうことでね、繰り返し繰り返しやっているとですね、何かしらそれではいけないんだ。まあ、つかみどころのない虚しさというものを感じるわけですよね。と同時に今度は人間全体についてもそれが言えるわけですよね。100年前の人間も、200年前の人間も、300年前の人間も、結局は同じことを繰り返しているんだ。ということを分かった瞬間にですよ。まあ先ほどちょっと言いましたけどね、50年前の音楽と今の音楽とは違うよというふうに、今の人は言うかもしれませんけれども、しかし同じ音楽で感動したという音楽って言ってもいろんな音楽がありますからね、感動したという自分は何も変わりはしないんですね。つまり人間というのは日々の営みの中で、まあ50年単位、100年単位であれば、ひょっとしたら1000年単位でも同じことを繰り返しているということになるわけですね。それを身近に言ってますか、肌で感じたとき、じゃあなぜ私たちは生きてるんだろうという問題へとぶつかっていくわけです。じゃあ人間は何なのかという問題へとつながっていくわけですよね。同じことを繰り返すんだったら、もうたくさんじゃないか、もう一回でいいじゃないかということにもなってくるわけです。がしかし、人は生まれてまた死にし、また人は生まれて死に、人来たりいてまた去っていくということを繰り返し繰り返しするわけですよね。じゃあその繰り返しの虚しさからどう、まあ、脱却していくかというのは次の問題ということになるのではないでしょうか。その時に私はやはり神の存在ってものがそこにあると思います。話はぐんと変わりますけれども、人間と神の関係っていうのは、やはり信頼関係であると同時に、ギブアンドテイクですよね。ギブアンドテイクがあって、初めて人間と神の関係が対等に、まあ、並ぶということですね。まあ、得てしてね、神というと、まあ、完璧な無病性って言いますかね。まあ間違い、汚点の一つもない。そして神というのは人間のためにあるんだ。神に頼めば何でも叶うんだというような感じで、まあどこか依存的にね、神様というのが、まあ人間側の、まあある意味でね、まあおめでたいと言いますか、傲慢なところですけども、しかし神と今度は人間というものを対等の立場で考えた場合には、そうではないということですね。つまり人間側は逆に考えますと、神に対して私はあなたという神のために何ができますかという問いかけこそが私は大切ではないかと思います。つまりそこに対等関係があるわけですけどもね。で、ジョージ・ワシントンはですね、こんな言葉を残してますね。私たちはどう行くべきかというような問題にぶつかった時にですね、まあそのジョージ・ワシントンはこういうことを書いているわけです。つまり神に問いかけるんだと。その問いかけるのは祈りによって問いかけるんだと。一生懸命問いかけると神の答えが返ってくると。その神が人間にしてほしいことをね、それを人間側が実行することが神に、まあ要するにギブアンドテイクの与えることということになるのでしょうか。まあ、どちらとしてもいいんですけどもね。要するにそれが人間の本来の神に対する姿勢であるということですね。つまり神に対して私はあなたに何ができますかと問いかけながら、そして神が人間にしてほしいことを逆に人間が知ってですよ、その神の意思に沿うようなことをしていくってことですね。それが人間側の、まあ、立場と言いますか、人間側が神にできることなんですよね。そうしますと、神はその今度は逆に、まあ、神として人間に
希望を与えてくれる。まあ、希望という言葉はね、ジョージ・ワシントンは使ってませんけれども、その、まあ、結果として、神は今度は人間に与え、何かを与えてくれるということになるわけです。ただ、まあね、私たち俗物的な人間側からするとですね、例えば神に頼むということになりますとね、例えばお金が儲かりますのとかね、家内繁盛、商売繁盛、安全とかね、家内安全、商売繁盛とかね、まあ、そういう形で何か求める、物欲的な意味で、その自分が大切に思っていることを求めるという傾向になりますけれども、残念ながら神というのはそういうものに対しては一切手を貸しませんね。ひょっとしたら、私はあなたの命にすらも全く手を貸しませんね。貸した途端、要するにキリがなくなりますからね。まあ、キリがないんですよ。もっともっと、もっとしてほしい、もっとしてほしいっていう、まあ、どん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 願っていくのは、まあ、人間側の、まあ、弱さでもあり、欠点でもあるということになるわけですよね。じゃあ、私たちはギブアンテイクで毎日こうしていきながら、神に対してですよ。私たちはあなたのために何ができるんですかっていうふうに問いかけていく。そうすると、神がですね、こう、まあ、その心っていうのはだんだん分かってくるわけですけども、それに対して、今度人間側がですね、その神に声に応えて、まあ、神のために代理人としてしていくってことが、結局は幸せにつながっていくわけですけども、その時に神が私たちに何を与えてくれるかと言いますと、私はそれが希望だと思いますね。もっと言えば、希望に勝る素晴らしいギフト。はないですね。まあ、恩恵、ブレッシングはないですね。つまり、神というのは私たちに希望を与えてくれるということになるわけです。じゃあ、その希望が何かというと、その希望があるがゆえにですよ。私たちは繰り返し繰り返しの人生の中から、あるいは人間の人生の中からですね、未来、自分たちの命をですね、未来へつなげていくことができるということですね。いわゆるまあ、この命というのを使い方の問題になってくるわけですけども、要するに、先ほど言いましたようにね、ブッダがですね、その男がですね、死ぬのが心配だ、怖い、不安だって言ったときに、ブッダがその若い男にこう言うわけですよね。そんなことをね、悩んじゃいけませんよと。あなたが心配するべきことはね、今、本当の意味で生きてるかどうかということを心配しなさいよって、まあ、ブッダは教えたわけですけども、その本当の意味で生きているということを、その希望が繋いでくれるということになるわけです。じゃあ何かっていうと、何が最も正しい真実なのか、そして何が最も素晴らしい善なのか、そして何が最も美しい美なのかという問題へと繋がっていくわけです。その神のその一つの希望がですね、私たち人類をですね、前に引っ張っていってくれるということになるのではないでしょうか。というのはですね、これは大変まあ、怖い話になりますけど、今までは良かったんですよね。100年単位、1000年単位で人間が同じことを繰り返したとしても、それはまあね、繰り返し繰り返しの中でもまあ、それなりに、その大きな心配不安、喪失感というのはなかったんですけども、これから100年はそういうわけにいかないでしょうね。というのはどういうことかというと、まあ、例えばね、今、たまたまこの日本という国は70数年間平和を保つことができましたけども、まあ、100年間世界が平和であった年、歴史っていうのはないんですよね、実はね。50年では難しいんじゃないでしょうか。まあ、それくらいも平和を保つということが難しいわけです。が、今度ね、戦争が繰り返し繰り返しだなんてね、のんきに構えていて、戦争が起きたとしたらですよ、もうそれはもう人間にとっては最後の最終戦争になってしまう可能性があるということですね。というのは、人間の知恵はね、ここまで進歩しましたから、当然その武器もですね、まあ、さらに進歩しているということになるわけです。つまり核兵器ですよね。大量破壊兵器ですよね。そうしたものがですね、まあ人間の進歩をはるかに超えてですね、さらに強力強大になってきているというわけです。もし同じことを繰り返していたらですね、もうひょっとしたら100年後には全生命をですね、巻き込んで人間も絶滅する。まあ、全生命の立場から見ればですね、人間以外の人間そのものが悪魔となって全生命を滅ぼすことにもなりかねないということになってきたわけです。これは大変なことですね。つまり繰り返しはもう許されないということですね。ではどうするかということになりますと、私たちの精神性を高めるしかないということになってくるわけです。精神性を高めるということは、まあ、いわゆるまあね、俗物的なね、まあ、生き方ではなくて、つまりは高い、高邁なね、精神性を求めて、一歩一つ上のね、段階へと上がっていかねばならないということになるわけです。その上がっていく先にあるのが希望ということになるわけです。ですから、まあ、ノアの話に戻りますとね、私たちは希望がなければ生きていかれない。しかし、希望があれば、その希望に向かってまっすぐ前に進んでいくことができる。つまり、ノアを通してね、神が、
人間に言いたかったことはですね、つまりは、人間の皆さん、私たちがね、人間の皆さんは、努力によって神に近づくこともできるよ、と。そして努力によって神のような人間にもなれるよ。素晴らしい生命体になることができるよ。っていうのが、これが私は希望だと思います。まだそれがあるがゆえにですね、人間は今生きているということになるわけです。でないというならばですね、今のあなたが同じことをね、50年前の人間がやったと同じことを繰り返す。100年前の人間がやったのと繰り返、同じことを繰り返す。ただ繰り返しているだけだったら、ただね、繰り返し繰り返し生きてきたというだけの、まあ生命体になってしまいますが、しかしそこで人間がですね、まあ高邁な精神性を、いわゆるまあ、求めですね。それがあるんだ。神のような人間にもなりうるんだということを希望にして前に進めばですね、その繰り返し論をまあ、越えることができると言いますか、そうした繰り返しから無限ループですよね。そこから自分を救い出すことができるってことになるのではないでしょうか。それが希望だということになるというわけですよね。つまり、それが希望、そういう希望があるがゆえにですね、私たちはさらに、なんて言いますか、自分の命は、それは、これから先短いもんですよ。皆さんだってね、まあ50年、60年ある人も多いと思いますけども、しかし、それでも短いもんですよ。じゃあ何のために生きてるかという問題へと、冒頭で話しました話に戻っていくわけです。繰り返し繰り返し生きてるってことになったら、結局は、なんて言いますかね、何のために人間はいるんだ、何のために生活してるんだ、何のためにそして生きて、そして死ぬんだっていう、その命題に対する答えっていうのが出てこないわけですよね。が、しかし、その希望をですね、未来に向けて、例えば100年後、200年後、1000年後の人間がですよ、一歩でも、あれ一歩は無理にしても、1センチでも、1センチは無理でも、1ミリでもですよ、前に進むことができれば、そしてみんなで力を合わせればですね、人間というものをより高い段階へと持ち上げていくことができるということですね。そしてその時、人間は初めて神と対等に並ぶことができるということになるのではないでしょうか。つまり、いつか、いつの日か、それはわかりません。しかし、人間が神と対等の立場に並んだ時に、初めて人間は、まあね、その時に自らがなぜ生きてきたかという価値をその中に見出すのではないでしょうか。私たちは懸命に生きている。しかし、何のために生きているのか、生きてきたなかったかと、そしてさらにこれから先、未来に向かって生きていくのかといえばですね、それは私たちの子孫、さらにその子孫、さらにまたその子孫がですね、やがていつか神のような、まあ、人間になることがも可能であるということを夢見ながら、そしてそれを目標にしながら、そしてそれを小さな灯火として前に生きていくことができるということではないでしょうか。またそれが私たち人間知的な生命体に与えられた一つの目標でもあるということになるわけですよね。まあ、それも金繰り捨ててしまってですね、いやいや、そんなことない。人間は楽しめばいいんだ。その時楽しめばいいんだ。買いたいものを買って欲しいものを持ってですね、車に乗ってあちこちドライブすればそれでいいじゃないか。どうして楽しむことが悪いんだっていうふうにも反論なさる方もいると多いと思いますけども、それはそれ、それが間違っているというわけじゃありませんけども、しかしその一方でね、私たちは未来に対して何かのそのものをですね、ものっていうか心をですね、残していくっていうのも、これも私たち人間に与えられた責務ということになるのではないでしょうか。ということで、まあ話を終わるわけですけども、しかしね、一つ考えなくちゃいけないのは、神はいますよね。もうそれはもう私が証明してきた通りです。今日の動画もうその動画についてですけども、ピカソのゲルニカですよね。あのについて、あれはまさに神の証明を、論理的、まあ物理的も含まれますよ。だって絵が残ってるわけですからね。論理的に証明するものでありますけども、神というのはもう1000%いますよね。それはいるわけです。で、その神がですね、何故に人間の近くにいないかということなんです。もしも神がですね、人間を迎え入れているならば、すでに神は私たちの隣人として、皆さんが私の家の隣に住んでいてもおかしくないわけですよね。ところが近くにはいないわけですよね。つまり距離を置いているということです。なぜ距離を置いているかというとですね、つまりはいろんな理由が考えられますけども、まだ人間はそのレベルには達していないということではないでしょうか。そのレベルに達していないから、神側から見ればですね、とても人間なんかとは一緒にやっていかれないよということではないでしょうか。ではどうするか。人間がですね、自ら努力して、そしてそれにふさわしい生命体になることが第一条件、つまり必要条件ということになるのではないでしょうか。で、しかしそれは達成できたからといって、即そのまま神の仲間に入れるということではないんですよ。今度は十分条件というのは必要なわけですよね。つまり、神の側から見て人間を迎え入れる
迎え入れてもらう、あるいは人間を見てですね、迎え入れるに足りる生命体であるということを分かってもらって、それで OK が出ればいいわけですよね。つまりこれが十分条件だということに なるわけですよね。その必要十分条件を満たしたときに、私たち人間は初めて晴れて神の仲間、神に近づくことができたってことになるわけです。そこでね、皆さん、ここで重要なんですけども、今私たちはこの地球上でですね、小さな領土を取り合ったり、些細な宗教上の違いによって喧嘩したり、ね、戦争したりしているわけですけども、まあ、それはそれで、その時々の人々がですね、まあ、自分の、なんて言いますかね、狭い世界の中での価値観をぶつけ合ってですね、そしてその戦争などをしているわけですけども、それが本当に、ってことになってきますと、やっぱりこれも繰り返しの問題になってくるわけですよね。50年前にも同じ戦争があった。100年前にも同じ戦争があった。1000年前にも同じ戦争があったということになってくるわけです。まあ、しかし、こんなことを繰り返してたんじゃ、次の戦争では人間は終わりますよということになるわけですけども、その戦争を見てもそうなってくるわけですよね。じゃあ、その時に、その人間というものがですね、今ここでですね、本当に止める人は飛んでますね。この金ジャブジャブの世界になってきましたから、本当にね、私の近所なんかでも年収1億超える人がザラザラいるような感じになってきましたね。その一方で、今日の日々のね、生活費もなくて、どうして生きてきたらいったらいいんだって困ったり悲しんだり苦しんでしてね、細々と生きてる人も、これまたいっぱいいるんですよね。この貧富の差っていうのは一体何なのかってことは、やっぱりおかしいですよね。国の中でもそういうことが起きてる。今度は国同士でもそれが起きてるってことでね、何がおかしい。と同時に、戦争はあちこちであり、この極東アジアも大変、なんて言いますかね、きな臭くなってきたという感じがしますよね。こういう世界からまず人間自身がですね、飛び出すってことですね。それには高い段階へと自分を持ち上げていくってことになるわけですけどもね、高い高い高い視点で、人間を見下ろすとして、今度は横線をね、遠い遠い過去から、そして遠い遠い未来へと自分の視線をですね、広げていくってことですね。そうすることによって、ものの考え方も変わってきますけども、そうすることによってですね、初めて私たちは次の段階へ進むことができるのではないかなと思いますね。そして、ここからが素晴らしいことだと思うんですけども、次の段階へ進んで、もし私たちが神に近づいて、そして神の側からもですね、必要十分条件の十分の方を満たしたと認められた時には、晴れて人間というのは宇宙人になれるわけですよね。宇宙人にね、今の段階ではまたとてもとても無理だというふうに考えてますけども、しかし、希望がないわけじゃないんですよね。なんとか頑張ればというところになってくるわけですけども、しかし、希望がないわけではないわけですよね。で、その時にどうなるかと言いますと、もし私たちが神と対等、あるいは同等の仲間になったら、すなわち神と友達になったとしたら、その向こうに待っているのは広大広大広大無辺の宇宙だということですね。そうした広大広大広大の宇宙から今度地球を見るとですね、ちっぽけなちっぽけなちっぽけな、それこそ塵のような惑星にしか見えなくなるでしょうね。そして、そういう宇宙の中で永遠の、ほぼ永遠の命を享受しながら、そして宇宙をですね、自由に航行しながら、そしてまたこの宇宙ってのはまたこれまた無限ですからね。すごいですね。要するに、そういう宇宙の中で、今までのとは、今の人間が考えている世界とは全く別の世界を私たちは堪能できるということになるのではないでしょうか。その時はね、ひょっとしたらですよ、それまでの人間の世界というのは、庭先にあるコンポートね、ゴミ入れの、生ゴミ入れのね、壁にへばりついて生きているウジ虫のような存在に見えるかもしれませんよね。どうしてあんなところに住んでいて、どうしてあんなところで喧嘩して、どうしてあんなところでね、争って戦争までしたんだろう。自分たち人間はバカだったなぁ、なんてね、思える日がやがてやってくる。その素晴らしさのことを考えるとですね、今私たちは未来の人たちに向かってですね、何をすべきかということになってきますと、つまりは選択の問題ということになるのではないでしょうか。今ここでね、本当に必要十分条件を果たすつか、もうその糸口をつかむんだってかね、その、まあ、その、その必要十分条件を満たすために人間はね、また努力をするんだってことになればですね、人間にはね、それこそ希望が生まれてくるってことですね。話はぐんと戻しますけども、
どんな場合でもですね、結局はその希望があればね、人は生きていかれるということですね。どんな苦しい時でも辛い時でも、その希望というのは、まあ自分の希望ということもありますけども、やはり人間全体、人類全体を考えた希望ということにつなげていけばですね、まあ今この瞬間からですね、100年先、200年先を考えながら、人間はどうあるべきなんだということを考えていくということは素晴らしいことではないのかな。言い換えると、今がその選択の時ということになるのではないでしょうか。それともこのままね、このままですよ。また同じことを繰り返して、まあ、冒頭で言いました繰り返し論になるわけですけども、同じことを繰り返して、そしてやがて人間自身が悪魔となって、ね、地球上の諸々の生物を巻き添えにして絶滅していくか、それとも人間がですね、ここで高いステージに一歩でも二歩でも上がろうとして頑張って、それでその全体、人間全体がですね、たった一歩でもいいから、1ミリでもいいから上がってですよ、そして人間全体の世界を、まあね、別のものにしていくか、その選択の時ではないかと私は考えています。で、話をぐんと戻しまして、まあ、それができる可能性があるところが人間の希望ということになるわけですよね。その希望があればですね、つまり私たちはどんなに辛い時でも前に向かって歩いていくことができるということになるのではないでしょうか。まあちょっとね、私よく時々ね、勉強会の席でも希望が大切ですよ。希望こそが人間を支える最後の唯一の砦ですよってことを言いますけども、私の希望論について少しは理解していただければ嬉しいです。まあ皆さんには皆さんの考え方があるでしょうから、まあね、それはそれとしてですね、また配信何言ってんだなんてね、叱られそうですけども、私は希望っていうものをそのように捉えています。何かのね、ものの考え方の参考になれば嬉しいです。ということで、今日のビデオダイアリー、これで終わります。昨日のね、話に続いて、今日は希望について考えてみました。それでは皆さん、さようなら。バイ。It is commonly explained that the entombment is an unfinished painting of the placing the body of Jesus in the garden tomb, now generally attributed to the Italian Renaissance master Michelangelo Buonarroti and dated to around 1500 or 1501. However, this painting is surrounded by a deep mystery. In fact,Nothing is, however, known about this painting, why it was abandoned unfinished on the way, and nothing has been explained about the blank monkey-like shape at the lower right corner, but what is it? It looks like an animal, and today's mystery is about this. Here in this video, I, Hiroshi Hayashi, will try to solve the mysteryA great mystery is hidden for Christianity in this blank as a painting.
ミケランジェロの埋葬と題された絵画です。未完の大作と言われていますが、この絵画は深い謎に包まれています。実際のところこの絵画が何であるか誰も知りません。その絵はなぜ途中で放棄されてしまったのか、またその絵は部分的に空白なままに残されてしまったのか。右下の空白部分は何かの動物、つまり猿のようにも見えますが、それは一体何なのか誰も知りません。今日の謎解きはその空白部分についてのものです。この動画の中で私林浩司はその空白部分が何であるか、その謎解きに挑戦してみます。その空白部分には大変な謎が隠されていました。広志林、浜松市ジャパン。もう一度最初から説明します。ミケランジェロなる画家が描いたとされる埋葬と題された絵画です。その絵画と同じポーズで描かれているのがアカデミアギャラリーに展示されているこの瀕死の奴隷と題された像です。共にポーズが大変よく似ていますが、それだけではありません。奇妙な動物のようなものが絵画の中にも、そして彫刻の中にも表現されています。右の瀕死の奴隷の後ろに彫刻されている物体はどこか猿のようにも見えますが、この両者は大変よく似ています。ここが今日のポイントになりますから、皆さん自身でしっかりと確認しておいてください。右は見た感じ猿のようにも見えます。となると左の埋葬の中に書かれていると言いますか、ブランクになっている部分も猿ということになるのでしょうか。となるとどうしてこんなところに猿のような動物を表現したかということになります。で、正面から見た写真が手に入りましたので皆さんにご覧いただきます。で、これは本当に猿なのでしょうか、また猿と考えて良いのでしょうか。ということで今日の謎解きが始まりますが、この動物が何であるかという謎の向こうには巨大な謎が隠されていました。それこそキリスト教全体をひっくり返すような巨大な謎です。それをこの動画の中で説明しますが、その流れを簡単に話しておきます。まず私林浩司はキリスト教はイナンナとシャマーシュによって立ち上げられた宗教であることを説明証明します。 IHS 右下の IHS はイナンナとシャマーシュの頭文字を取ったものです。次に IHS の H はヘイレル、つまりプロメテウス、ルシファーを意味するということを説明します。そしてミケランジェロが描いたとされる埋葬の絵は、実は埋葬の絵ではなくてイエス自身が殺害されたという証明をします。その殺害にはマリアが深く絡んでいました。つまりイエスは処刑される前にすでに半死、つまり瀕死の状態であったことを証明説明します。そしてその様子を表したのがアカデミアギャラリーに展示してある瀕死の奴隷と言われている像ということになります。言い換えると瀕死の奴隷は奴隷ではなくて瀕死のイエス自身であったということになります。その結果として埋葬の絵の中に描かれるはずだった空白部分の動物、あるいはそこに描かれているものは何であったかを証明します。発表済みの動画を3本つなげておきますが、一部内容が重複することをどうかお許しください。この小さな小さな謎解きの向こうには
巨大な謎が隠されていました。ではまた後で。History.com website writes about Shamash as follows. Shamash was considered the patron deity of justice. Most early records and writings of Sumerians hint towards the existence of the cult that followed Shamash. That means Shamash was worshipped 5,000 years ago as one of the chief lords. He held such power that his name is mentioned in the famous 18th century BC law code of Hammurabi. In the codes were written land laws directed from Shamash himself. In the law codes, Shamash is shown as the ruler and controller of the universe.His main temples were located in Larusa, Eridu, and Shippal. Today's video is about Shamash, or another name of his was Jesus, who was crucified and killed. Then, who killed Shamash, and what for?シュメールの出身の一人として5000年前から信仰されていた神、それがシャマーシュ、正義の神としても知られています。シャマーシュの名前は、紀元前18世紀に書かれたハンムラビ法典の中にも出てきます。その中では、宇宙の支配者として表現されています。シャマーシュを祀る寺院には、ラルサ、エリル、それにシッパルがあります。今日の動画はそのシャマーシュについてのものです。つまり彼こそが十字架の上で処刑されたイエスでした。が、誰がどうしてシャマーシュを処刑したのでしょうか。広志林、浜松シティ、ジャパン。今日の動画の中でその日十字架に貼り付けられ処刑された神が誰であるかを証明します。そしてその神が誰によってなぜ処刑されたか、それについて説明します。いくつか重要な外堀を埋めておきます。アグスティノヴェネチアーノの描いた絵です。この絵の中には隠し文字の形で数字が隠されていました。ミケランジェロよりもやや後の画家ということになります。で、この中には1502という数字が隠し込まれていました。15、つまり15はイナンナ・イシュタールの神聖数です。02、つまり反対に読んで20はシャマーシュの神聖数です。古来ヘブライ語は左右自由に読むことができました。右がバウンダリーストーンに表現されている神々です。このバウンダリーストーンの中では頂点にイシュタールが表現されています。8方向に伸びる金星をかたどったものです。そしてその右下に太陽の紋章をかたどったシャマーシュの紋章があります。神聖数は15と20です。で、この15と20を手がかりにして謎を解いていきます。ミケランジェロ・バノルティが描いたとされるカッシナの戦いの絵です。このカッシナの戦いの絵はベネチアーノの絵と酷似しているというよりは部分的に比較してみると同じであることがわかります。で、
赤い枠をつけた人物に注意してください。同じです。右端にいる人物にも注意してください。同じです。頭には花冠をつけています。つまりこの群像の中では王であることを示します。で、左がイナンナ・イシュタール、右がシャマーシュということになります。で、右下の人物がイエスであると判断しましたが、その証拠がローマ法王の紋章の中に表現されています。中央に IHS という文字がある点に注意してください。 IHS です。この IHS についてはさまざまな解釈がありますが、私林博士は I はイシュタールの頭文字、 S はシャマーシュの頭文字と判断しています。そして H は旧約聖書の中に出てくるヘイレル、つまりサタン中のサタン、ルシファーであるということになります。またの名をプロメテウスとも言います。つまり第一天使、打天使、エア、延期ということになります。ヘイレルとは誰か、それについては現在のローマ法王が次のように明言しています。その証言をお聞きください。
現在のローマ法王のフランシス法王自身がですね、イエスの父はルシファーであると宣言してしまったわけです。この発言はカトリック教徒たちに大きな衝撃を与えました。この動画はその衝撃をカトリック側の信者の一人として伝えたものです。重要部分を赤枠で囲っておきましたので、皆さん自身でご確認ください。で、話を元に戻します。ここで重要なことは、ミケランジェロの絵の中に描かれている2人の人物、左がイシュタール、つまりマリアであり、右がシャマーシュ、すなわちイエスであるという点です。そしてその中央にいるのがヘイレル、つまりルシファーということになりますが、またの名をプロメテウスと言います。人間を創造した人間側から見れば英雄プロメテウスなのか、それとも人間を勝手に改造してしまった大サタンのルシファーなのか、それはものの考え方の違いということになります。ともかくもイシュタールとシャマーシュが組んでキリスト教を立ち上げました。もう一つの証拠がその紋章にあります。左が偉大なイシュタールの八方向に伸びる金星の紋章です。そして右が太陽を表すシャマーシュの紋章ということになります。この二つを加えてできたのが現在のローマ法王の紋章ということになります。つまりローマ法王たちは知ってか知らずか、イナンナ・シュタールの紋章とシャマーシュの紋章を合わせた紋章をローマ法王の紋章として使っているということになります。ではシャマーシュというのはどんな神なのでしょうか。イナンナ・シュタールの兄とも言われています。ギリシャ神話名ヘリオスと私は判断しています。太陽の神でしたが、その太陽の神の座をですね、オリンピアンのアポロに奪われ、そしてイナンナ・シュタールと組んでキリスト教を立ち上げたということになります。シャマーシュです。太陽をかたどる紋章に注意してください。ヘリオスの頭の周りに光線が描かれている点にも注意してください。人間の歴史上、光輪、つまりハローが描かれているのはこのシャマーシュが最初と言われています。シャマーシュ、サンガッド in Babylonia and Mesopotamia。
interesting that this sun symbol and halos adorn angels and Mary, Jesus, etc. in churches and religious art とあります。埋葬という題された絵です。そして中央にやや色が変化したイエスが表現され、そして左の女性はそのイエスに向かって指を指しています。これはダヴィンチも同じような手法で描いていますけれども、その指の先にいるのがイエスであることを示すハンドジェスチャーということになります。つまり中央にいるのがイエス、そしてその向かって右側にいるのがマリアということになります。そして大変奇妙なことに、このイエスにはですね、埋葬と言いながら聖痕がどこにも描かれていません。処刑された後のイエスとしては極めて不自然なイエスということになります。頭にも傷はありません。体にも傷がありません。つまりこの絵はですね、未完成の未完の対策というふうにして逃げることによって、さらにその向こうにもっと重大なメッセージが隠されているということになります。イエスは処刑される前にすでにこのような状態であったというふうに解釈するのが自然ということになります。ではその向かって右側にいるマリアはなぜこのような表情をしているかということです。つまりマリアはイエスが処刑される以前にすでにこのようなマリアであったということになります。考えるだに恐ろしいことですけども、イエスの死の背後にはマリアがいたということになるのではないでしょうか。Wikipedia writes that the crucifixion of Jesus occurred in the first century of Judea, most likely between 30 and 33 AD. Jesus' crucifixion is described in the four canonical Gospels, referred to in the New Testament epistles,attested to by other ancient sources, and is established as a historical event confirmed by non-Christian sources, although there is no consensus among historians on the exact details. But why and by whom was Jesus crucified? He is Son of God, then?Why and by whom? イエスの貼り付けによる処刑は紀元後30年から33年の間、ユダヤ暦1世紀に実際あったと言われています。詳細については諸説がありますが、4つの教会福音書にそのように記録され、キリスト教以外の世界でもその事件は確認されていますが、誰がなぜイエスを処刑したのでしょうか。なぜ神の子であるイエスが処刑されてしまったのでしょうか。その事件の向こうは歴史の深い闇の中に包み込まれています。広し林、浜松シティ、ジャパン。前もって話しておきますが、この絵画は右下に未完成の部分があるため、一般には未完の対策と位置づけられていますが、本当にそうでしょうか。またそのように考えてよいのでしょうか。
ミケランジェロ・ブアノノティが描いた埋葬という題のついた絵ですが、この絵はどう考えてもおかしいですね。埋葬です。つまり処刑されたイエスが埋葬されるシーンを描いたものだというのです。中央に描かれているのがイエスということになりますが、このイエスにはあるべき聖痕が書かれていません。また体も大変綺麗で刺し傷のようなものはありません。なぜでしょうか。でこれについて、これはミケランジェロの未完の作品である、まだ完成していない作品であるというような言い方で説明されていますが、本当にそうでしょうか。もう一度この絵をしっかりと見ていただきたいと思います。この絵で最初に気になるのがこの女性ですけども、指で中央の人物を指しています。この手法はダヴィンチが岩窟の聖母でも用いられているものです。右の天使の指先に注意してください。つまりこのような形でこの先にいるのはイエスですよということを示しているということになります。つまり中央に描かれているのはイエス自身ということになります。ここをまず皆さんしっかりと確認しておいてください。となるとこれは本当に処刑後のイエスなのかということになりますが、私林浩司は処刑前のイエスと判断しています。またイエスの表情は大変優しく、つまり静かな表情をしています。そしてこのイエスにもひげが表現されています。短い、言うなればちょびひげのようなひげが表現されています。ダヴィンチ、ミケランジェロは処刑されたイエスについてはひげをつけて表現しています。それは今日のポイントではありません。ともかくもこの中央に描かれているのがイエスということになりますが、本当に処刑後のイエスなのかという問題です。が何よりも気になるのは、処刑後のイエスであるならば、そのイエスを囲む二人の人物の表情がおかしいということです。二人の人物の表情をしっかりとご覧になってください。当然悲しむ、あるいは落胆する、絶望する、そういった雰囲気の場面であるにもかかわらず、二人の人物は大変冷めた顔をしています。しっかりとここを確認してください。大変冷めた顔をしています。繰り返しますが、イエスの顔は大変穏やかで眠っているかのように見えますが、その両側の人物は大変冷めた顔をしているということです。で、その前に一つ外堀を埋めておきます。これもミケランジェロなる画家が描いたとされるシスティーナ礼拝堂の壁画です。で、この壁画で一つ注意していただきたいことはですね、ミケランジェロは生きている人と死んでいる人をですね、肌の色を変化させて表現しているという点です。上はまだ生きている人ですね。下の人は半死、半分死んでいる人ということになります。そして死んだ人はこのような色で表現されています。まあ、色によって生きている、死んでいるを表現したということになります。これはシスティーナ礼拝堂の天井画一般にも同じ手法で使われていますから、また皆さん注意してご覧になってください。で、埋葬と題されたミケランジェロの絵に戻ります。この中央のイエスの肌の色に注意してください。健康な白い色ではありません。やや黒ずんでいます。つまりこのような形でミケランジェロはイエスは半死、半分死んでいる状態であることを示していると私林浩司は判断しました。で、このイエスは本当に処刑後のイエスなのかという疑問に戻ります。ところがですね、同じ構図の絵をあのダヴィンチなる画家が描き残していました。
これはルーベンスが模写したと言われているアンヤリの戦いの絵です。で、そのアンヤリの戦いの左下にですね、奇妙な人物が描かれています。で、まずこの絵を簡単に説明しますと、この絵は中央で2つの勢力に分かれています。そして向かって右側に竜が描かれています。竜、つまりサーペント族の象徴です。隠し絵、騙し絵の手法です。注意深くご覧ください。なお、この絵の中には何重という隠し絵が書き込まれていますが、それも今日のポイントではありません。ともかくもこの絵はそういう絵だということですね。その流れの中に左下の人物に注意してください。一見すると兵士のように見えますが、この絵の中には別の顔が表現されていました。左上を注意深くご覧ください。緑色で表現してみました。そうです、ラム族、レプタリアン族の人物が描かれています。その下は日本の法隆寺に所蔵されています侍像と呼ばれている像です。顔が一致します。つまりここに描かれているのはレプタリアンの人物であるということになります。となると、なぜこんなところにダヴィンチはですね、レプタリアンの人間を描いたかということになります。今ご覧いただいているのがその写真ということになりますが、私林浩が2012年前後に発見したものです。ダヴィンチが知る由もなかった写真ということに、あるいは像ということになります。そしてもう一度この中央の人物を見てください。これも騙し絵です。この人物は頭から血を流していますが、血であると同時に降臨、波動を表しています。その証拠にこの人物の左手の甲には聖痕が表現されています。つまり処刑されたイエスということになります。顎の下にはちょびひげのようなものが表現されています。注意深くご覧ください。つまりここに表現されているのは処刑されたイエスということになります。そのイエスを左の人物が冷ややかにどこかニヤニヤと笑いながら見つめているということになります。この構図は先ほどから紹介していますミケランジェロの埋葬の絵の構図と一致しています。イエスと、そしてそれを見つめるレプタリアン族ということになります。手の甲に表現されている聖痕、丸印で示しましたが聖痕に注意してください。で、そのレプタリアン、あるいはラム族の人間と思われる人物は誰かということですけども、その顔とですね、シュメールに残るイナンナ像と比較してみます。左に今ご覧いただいているのが古代シュメールのイナンナ像です。イナンナです。そのイナンナと中央に緑で色付けした、人物の顔と比較してみてください。同じということが皆さんにも分かっていただけると思います。つまりここに表現されているのはイナンナということになるのではないでしょうか。で、その絵の構図と、繰り返しになりますけれども、ミケランジェロが描いた埋葬の絵の構図を比較してみてください。中央にイエスが描かれ、それを冷ややかに見ているイナンナ、そしてミケランジェロの絵の方では女性ということになります。イエスが処刑された後の様子を描いたものであるとするならば、まことにもって不似合いな表情ということになります。もっともここだけでしたら、その左のラム族の人間がイナンナであるとは限らないということになりますが、あのダヴィンチがこんな絵も描き残しています。東方三博士の礼拝と題された絵ですけれども、その絵の右上に隠し数字が仕込まれていました。上下反転しますとそこに
131という数字が浮かび上がってきます。この数字の書体は、セント・ジェロームの絵の中に書かれている61という数字と一致します。ともかくも131という数字が浮かび上がってきます。131というのはユダヤのゲマトリアによれば異難なを意味します。つまりここに描かれている中央の人物はマリアイコール異難なイコールマリアということになります。それをダヴィンチが、東方三博士の礼拝の絵の中で示しました。こうして謎の点と点が線でつながっていきます。もう一度この場面を確認してください。ここが今日のポイントということになります。つまり右の埋葬と題された絵はですね、実は埋葬ではなくてこれから処刑されるイエスを描いたものだということになります。1500年後のイエスは、ダヴィンチ、ミケランジェロなる画家たちを使って自分の思想を私たち未来の人間に残したということになります。そして右の人物の目に注意してください。光のってますか、影の透け方によるものだと思いますけども、目がつり上がっているのがわかります。異様につり上がった目としても表現されているということになります。その左の、レプタリアンの目つきと視線と比較してみてください。まあ、これもある種の騙し絵、隠し絵ということになるのかもしれません。で、結論ということになりますが、イエスを挟んで向かって右側にいるのがマリアということになります。そして左にいるのが流れからするとバプティストのヨハネということになります。そしてマリアの右横には、マグダラのマリアも表現されています。つまり考えるだに恐ろしいことですけども、イエスの処刑にはマリア、そしてバプティストのヨハネが関与していたということになるのではないでしょうか。しかもそのイエスは処刑前にはすでにこのように半死の状態であったということになります。で、最後にもう一つ謎が残ります。なぜマリアはですね、イエスとこのような関係になったか、あるいはそういう関係であったかということですけども、その謎を解く鍵がこの絵の中にありました。もう一度この絵を注意深くご覧ください。この絵を注意深くご覧ください。中央にいるのがイエスです。そして右にいるのがイナンナ、すなわちマリアということになります。イエスは処刑前にはすでにこのような状態であったということになります。それを1500年後のイエスはミケランジェロなる画家を通して表現したということになりますが、その謎を解くヒントはこの山にありました。この山を注意深くご覧ください。先の尖った奇妙な山です。この山はミトラがかぶるフリギア帽と酷似しています。つまりこのような形でミケランジェロはここに描かれているのはミトラ帽をかぶるイエス・キリストであると表現したということになります。ミトラ、またの名をカトリック側は悪魔教と位置づけていますが、悪魔の帽子ということになります。それをマリアは許せなかったのではないでしょうか。ということで最後にもう一度マリアの目を見てください。イエスを見下ろす大変冷たい目として表現されています。最後に一言、
冒頭で言いましたように、この絵は未完成の部分があるため、一般には未完の大作と言われていますが、神は未完成の作品など残しません。となると、この右下の部分はどう理解したらよいかということですけども、これも一種の騙し絵ということになるのではないでしょうか。つまりこの絵を一応未完成の大作としておくことによってですね、なぜ成功がないのか、その一理由付けをしたものと思われます。しかしこれは未完の大作ではありません。この絵自体が完成されているということです。つまりイエスはこのようにして誰かによって殺されたということになります。同じ手法は実はダ・ヴィンチが東方三博士の礼拝、そしてあのセント・ジェロームの絵の中に残しています。一見すると未完成の作品のように見えますが、実は未完成ではなく、その未完成の部分に別のメッセージが隠されているということになります。つまりミケランジェロの埋葬について言えば、未完成に見せかけて実はその向こうに真実を積み隠したということになります。わかりやすく言えば、聖痕などがないことは未完成の絵だからだと表現しながら、実はその向こうでさらに恐ろしい秘密を隠し込んだということになります。イエスの話はここで終わりますが、イエス、つまりシャマー主はその日貼り付けになり処刑されてしまいましたが、そのイエスに代わって絵や延期はもう一人の神を人間に送ってくれました。それがマルドックということになります。そのマルドックが現在私たちの神として、今の今も温かく人間を見守っています。Sometimes, only one shot of a photograph is to open the door to the greatest mystery. Here is one of them. In response to my request, asking if there is someone who knows more about a sculpture named The Dying Slave, sculpted by Michelangelo Buonarroti,a sculpture which is now in Academia Gallery in Florence, Italy, Noji Rinko-san replied and helped me get a very important information about the sculpture. Thank you very much for your help, Noji Rinko-san. イタリア、フロレンスにあるアカデミアギャラリーに展示してあるミケランジェロ作の彫刻
瀕死の奴隷に関する情報を視聴者の皆さんにお願いしたところ、野地凛子さんという方から情報が届きました。時にたった一枚の写真が巨大な謎を解く鍵になることがありますが、その情報がイエス・キリストの巨大な謎を解く鍵になりました。野地凛子さん、ご協力どうもありがとうございました。広志林、浜松シティ、ジャパン。Your help is needed about this sculpture, most probably somewhere in Academia Gallery. This sculpture, sculpted by Michelangelo Buonarroti, for me to know how it is like behind his body. Is this belt like something being tied up behind his body, like a ribbon, or...Is this a belt with no knot? Please let me know it, for which I thank you very much. あのダビデ像のあるアカデミアギャラリーにあると思われるミケランジェロのこの像について、背中側がどうなっているかご存知の方はいらっしゃいませんか？この像の胸を巻いているベルトのようなものが、結び目のあるリボンのようになっているのか、それとも結び目のないベルトのようになっているのか、それを知りたいです。ご存知の方がいらっしゃれば、どうか教えてください。よろしくお願いします。広志林、浜松シティ、ジャパン。以上が昨日2019年7月4日に発行した動画ですが、この動画に対して今日7月5日返事が届いていました。その返事に基づいて今日の話を進めたいと思います。これがミケランジェロ作と言われている Dying Slave、 瀕死の奴隷と題された彫刻です。で、この彫刻の背中側がどうなっているか見たいということで、野地凛子さんという方から協力いただきました。右がその背中側の写真ということになります。この帯のようなものが何かということですけれども、同じくミケランジェロ作の埋葬という絵の中に同じものが表現されています。中央のイエスと判断しています人物の胸を見てください。やはり同じような帯のようなものが巻かれていますが、その前にもう一つ謎が解けました。埋葬の右手前に色が抜けているところがあります。この抜けている部分を指して未完の対策ということになっていますが、これは猿であることが分かりました。なぜこんなところに猿が表現されているか、それも謎ですが、絵画埋葬の中に白抜きで、つまり未完のまま残されているものが猿と分かっただけでも大収穫でした。話を先に進めます。胸の帯を比較してみます。中央上が、これが瀕死の奴隷を巻いている帯、そしてその下が埋葬のイエスの、胸に表現されている帯ということになります。この両者の帯は全く同じです。で、その帯が背中側に回って蛇のように見えるところから、これは蛇であると判断している人もいらっしゃるようですけども、少なくとも前から見たところでは蛇ではなくて帯ということになります。
つまりこのことからだけでも中央の人物がイエスですから、左の瀕死の奴隷もイエスと判断してほぼ間違いないと思いますが、念のためポーズを調べてみます。左右反転してみるとポーズも酷似しているのがわかります。頭の角度、力の抜けた体、そして、曲がった腰から足のポーズを注意深く比較してみてください。同じと私は判断しましたが、それだけではありません。私はかねてより処刑されたイエスはシャマー主、ギリシャ神話名ヘリオスであると説いています。で、そのヘリオスの顔と比較してみてもですね、左の瀕死の奴隷と言われている人物の顔とギリシャ彫刻のヘリオスの顔が大変よく似ているのが分かりますが、こんなことはですね、ミケランジェロ自身も知る由もなかったはずです。というのも、それを発見したのは私、林浩、しかも2012年以後ということになります。もっとも、この2つの像はよく似ているという範囲にとどめておいた方が良いのかもしれませんが、そこで謎が終わるわけではありませんでした。この瀕死の奴隷の背中を注意深くご覧ください。首の下です。何やらモコモコとしているのが分かります。これは何かということですけども、これでまた別の謎が解けました。埋葬は未完の、つまり未完成の作品と言われていますが、もう一枚ミケランジェロは未完成の作品なるものを残しています。それが左下の絵画ということになります。左下の絵画は大変不気味な絵ということになります。この若い女性の背中を見てください。鱗のようなものがボコボコと表現されています。つまりこの鱗のようなものと同じものが瀕死の奴隷の背中にも表現されているということになります。こうして一枚の写真をもとに謎の点と点が線でつながれていきます。で、結論ということになります。ここに表現されている彫刻、瀕死の奴隷、つまりダイイングスレイブは瀕死の奴隷ではなくて、イエス・キリスト自身を表現したものであるということがこれでわかります。つまりここに表現されているのは、処刑されたシャマー主、つまりギリシャ神話名ヘリオスということになります。シャマー主とイナンナ・シュタールが組んでキリスト教を立ち上げますが、どういう手違いからかシャマー主は殺害されてしまいます。なぜ殺害されたのか、誰によって殺害されたのか、続く動画をどうかご覧になってください。そこには空恐ろしい物語が隠されていました。 Bye for now.
長い前置きになりましたが、結論ということになります。キリスト教はイナナ・イシュタールとシャマー主によって当初立ち上げられましたが、そのシャマー主は十字架にかけられ処刑されてしまいますが、それ以前にシャマー主はすでに瀕死の状態であったということです。そしてその状態になる事件についてはですね、マリアが深く絡んでいたということです。その瀕死のイエスの様子を表現したのが瀕死の奴隷と言われている彫刻ということになります。つまり瀕死のイエスの背後に描かれている動物はシャマー氏と深く関係のある動物ということになります。ではそのシャマー氏と深く関係のある動物は何かということになります。つまり埋葬および瀕死のイエスの背後に表現されている動物は何かということになりますが、これは猿ではありません。もう一度形を皆さん確認しておいてください。これが今日のこの動画の結論ということになります。繰り返しますが、右下の向こうを向いている動物は猿なのでしょうか、あるいはそうではないのでしょうか。私林修士はこれは猿ではないと判断しました。というのもシャマー氏には自分が育てていた動物がいました。モンスターがいました。それがフンババという名前の動物です。 Wikipedia English writes about フンババ as follows. In ancient Mesopotamian religion, フンババ also spelled フワワ and surnames Telebu was a monstrous giant of immemorial age raised by Utsu, the sun. Humbaba was the guardian of the cedar forest where the gods lived by the will of the god Enlilu, who assigned Humbaba as a terror to human beings. Humbaba について Wikipedia は次のように書いています。 Utsu 別名シャマー種によって育てられた怪物ということになります。フワワとも表記されています。人間を恐れさせる怪物としてエンリルの意思により杉の林の守り神として定められました。ここに出てくるのがフンババということになります。シャマー種の動物ということになります。そのフンババが瀕死の奴隷と言われている彫刻の裏側、そして埋葬の右下に描かれているいたということになります。言い換えるとミケランジェロなる画家は芸術家はフンババのことを知っていたということになりますが、同時にイエスがシャマー氏であったことを知っていたということになりますが、それはありえません。というのもイエスが処刑されたイエスがシャマー主であると発見したのは私林博で2012年以後のことです。で最後は皆さん自身の目で確認していただくしかありません。右の瀕死の奴隷、つまり瀕死のイエスの背後に表現されているのが猿なのか、それともフンババなのかということです。顔を見比べてみてください。右の動物のような物体は猿なのでしょうか、それともフンババなのでしょうか。もし皆さんがここでフンババであると判断なさるならば、言い換えると林博士のシャマー氏処刑されたイエス説がこれで完璧に裏付けられることになります。そのことをミケランジェロは知っていたということになりますが、知るはずもありません。ということはこれらの絵画そして彫刻を彫ったのはその上の1500年後のイエスということになります。
history Lee-Kam website writes about Shamash as follows. Shamash was considered the patron deity of justice. Most early records and writings of Sumerians hint towards the existence of the cult that followed Shamash. That means Shamash was worshipped 5,000 years ago as one of the chief lords. He held such power that his name is mentioned in the famous 18th century BC law code of Hammurabi. In the codes were written land laws directed from Shamash himself. In the law codes, Shamash is shown as the ruler and controller of the universe. His main temples were located in Larusa, Eridu, and Shippal. Today's video is about Shamash, or another name of his was Jesus, who was crucified and killed. Then, who killed Shamash and what for? シュメールの主神の一人として5000年前から信仰されていた神、それがシャマーシュ、正義の神としても知られています。シャマーシュの名前は紀元前18世紀に書かれたハンムラビ法典の中にも出てきます。その中では宇宙の支配者として表現されています。シャマーシュを祀る寺院にはラルサ、エリル、それにシッパルがあります。今日の動画はそのシャマーシュについてのものです。つまり彼こそが十字架の上で処刑されたイエスでしたが、誰がどうしてシャマーシュを処刑したのでしょうか。広志林、浜松シティ、ジャパン。今日の動画の中で、その日十字架に貼り付けられ処刑された神が誰であるかを証明します。そしてその神が誰によってなぜ処刑されたか、それについて説明します。いくつか重要な外堀を埋めておきます。アグスティノ・ヴェネチアーノの描いた絵です。この絵の中には隠し文字の形で数字が隠されていました。ミケランジェロよりもやや後の画家ということになります。で、この中には1502という数字が隠し込まれていました。15、つまり15はイナンナ・イシュタールの神聖数です。02、つまり反対に読んで20はシャマーシュの神聖数です。古来ヘブライ語は左右自由に読むことができました。右がバウンダリーストーンに表現されている神々です。このバウンダリーストーンの中では頂点にイシュタールが表現されています。8方向に伸びる金星をかたどったものです。そしてその右下に太陽の紋章をかたどったシャマーシュの紋章があります。神聖数は15と20です。で、この15と20を手がかりにして謎を解いていきます。ミケランジェロ・バノルティが描いたとされるカッシナの戦いの絵です。このカッシナの戦いの絵はベネチアーノの絵と酷似しているというよりは部分的に比較してみると同じであることがわかります。で、赤い枠をつけた人物に注意してください。同じです。右端にいる人物にも注意してください。同じです。頭には花冠をつけています。つまりこの群像の中では王であることを示します。で、左がイナンナ・イシュタール、
右がシャマーシュということになります。で、右下の人物がイエスであると判断しましたが、その証拠がローマ法王の紋章の中に表現されています。中央に IHS という文字がある点に注意してください。 IHS です。この IHS についてはさまざまな解釈がありますが、私林博士は I はイシタールの頭文字、 S はシャマーシュの頭文字と判断しています。そして H は旧約聖書の中に出てくるヘイレル、つまりサタン中のサタン、ルシファーであるということになります。またの名をプロメテウスとも言います。つまり第一天使、打天使、エア、延期ということになります。ヘイレルとは誰か、それについては現在のローマ法王が次のように明言しています。その証言をお聞きください。
現在のローマ法王のフランシス法王自身がですね、イエスの父はルシファーであると宣言してしまったわけです。この発言はカトリック教徒たちに大きな衝撃を与えました。この動画はその衝撃をカトリック側の信者の一人として伝えたものです。重要部分を赤枠で囲っておきましたので、皆さん自身でご確認ください。で、話を元に戻します。ここで重要なことは、ミケランジェロの絵の中に描かれている2人の人物、左がイシュタール、つまりマリアであり、右がシャマーシュ、すなわちイエスであるという点です。そしてその中央にいるのがヘイレル、つまりルシファーということになりますが、またの名をプロメテウスと言います。人間を創造した人間側から見れば英雄プロメテウスなのか、それとも人間を勝手に改造してしまった大サタンのルシファーなのか、それはものの考え方の違いということになります。ともかくもイシュタールとシャマーシュが組んでキリスト教を立ち上げました。もう一つの証拠がその紋章にあります。左が偉大なイシュタールの八方向に伸びる金星の紋章です。そして右が太陽を表すシャマーシュの紋章ということになります。この二つを加えてできたのが現在のローマ法王の紋章ということになります。つまりローマ法王たちは知ってか知らずか、イナンナ・シュタールの紋章とシャマーシュの紋章を合わせた紋章をローマ法王の紋章として使っているということになります。ではシャマーシュというのはどんな神なのでしょうか。イナンナ・シュタールの兄とも言われています。ギリシャ神話名ヘリオスと私は判断しています。太陽の神でしたが、その太陽の神の座をですね、オリンピアンのアポロに奪われ、そしてイナンナ・シュタールと組んでキリスト教を立ち上げたということになります。シャマーシュです。太陽をかたどる紋章に注意してください。ヘリオスの頭の周りに光線が描かれている点にも注意してください。人間の歴史上、光輪、つまりハローが描かれているのはこのシャマーシュが最初と言われています。シャマーシュ sun god in Babylonia and Mesopotamia. Interesting that this sun symbol and halosAdorn angels and Mary, Jesus, etc. in churches and religious art とあります。それはさておき、イエスが殺された様子を表した絵画がダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの絵です。アンギャリの戦いの絵と先に紹介しましたミケランジェロの
カシナの戦いの絵は同時にコミッションされ、そして壁画として描かれる予定でした。この絵を通して1500年後のイエスはダ・ヴィンチなる画家を通してイエスは殺されたということを表現しています。これも隠し絵の手法ということになりますが、馬に踏みつけられ頭から血を流しているのがイエスということになります。血イコール降臨をかたどっています。そして向かって右側、この人物の左手の甲には聖痕が描かれています。すなわちここに描かれているこの人物、今まさに息絶えようとしているこの人物はイエス自身ということになります。つまりイエスは殺されました。がここまでですと、このイエスが誰であるかまだ分かりませんが、そのヒントを1500年後のイエスはダ・ヴィンチとミケランジェロを通して私たちに残してくれました。ここからが今日の動画の重要なポイントということになります。もう一度ミケランジェロが描き残したと言われているカッシナの戦いの絵を見てください。この中には775027という数字が隠し込まれていました。ミケランジェロがこの絵をコミッションされた時、まだダ・ヴィンチは生きていました。そのカッシナの戦いの絵の中から7502という数字を抜き出して、レオナルド・ダ・ヴィンチは自分の死亡日をあらかじめ決めていたということになります。ダ・ヴィンチは67歳の5番目の月5月2日に亡くなったということになっています。そしてさらに775027をですね、ユダヤのゲマトリア、つまり暗号を使って解読するとキリストは聖書のカインとなります。もう一度繰り返します。775027をユダヤのゲマトリアを使って暗号を解読するとキリストは聖書でいうところのカインとなります。がそれだけではありませんでした。775027の真ん中の5と2を足すと7になります。そして77と続きます。つまりキリストということになります。つまり一つの一連の数字をいろいろに分解複合させていろいろな意味を持たせる、まさしく人間技でないということになりますが、もう一つこの数字には重要な意味が隠されていました。もう一度この数字を見てください。775027の中から7502を抜き出してダ・ヴィンチは67歳の5月2日に亡くなったことになっています。そして6752をバラバラにして合計すると20になります。20です。つまり20というのはシャマー種の神聖数ということになります。もう一度シャマー種の神聖数を確認してください。つまりこのような形で1500年後のイエスはレオナルド・ダ・ヴィンチという画家を通してダ・ヴィンチの死亡と絡み合わせてシャマー種が死んだということをこのような形で表現しました。繰り返しますが、これはもう人間技ではありません。となると誰がシャマー種を殺したかということになります。神です。簡単に殺される神ではありません。その前に一つ皆さんに確認しておいていただきたいことがあります。今ご覧いただいているのがアンドレア・デル・ペロッキョとレオナルド・ダ・ヴィンチの合作とされるイエスの洗礼の絵、そして右がミケランジェロ・ボナノティの描いたとされる埋葬の絵です。
ここで注意していただきたいことは、左のイエスの洗礼の中に描かれているイエスと右の埋葬の中に描かれているイエスが同一人物であるという点です。注意深く比較してください。ここまでの結論は、当初シャマー氏とイナンナ・イシュタールが組んでキリスト教を立ち上げましたが、そのシャマー氏、つまりイエスは処刑され殺されてしまいました。となるとイエスを殺したのは誰かということになります。今度はその謎を解く鍵を1500年後のイエスはミケランジェロなる画家を通して私たちに残してくれました。つまりイエスの死の背後にはマリアの影があったということです。考えるだけでも恐ろしいことですけども、それが続く動画です。どうかご覧になってください。フィリップ・マッコート・オブNational Gallery in London writes about the entombment by Michelangelo Buonarroti in its art journal as follows. The first aspect of the painting that strikes most viewers is the fact that it is unfinished. Large parts of the painting are not just sketchy, but appear to be virtually blank.But this is just the start of the mysteries that surround this work. Where did it come from? Why is it unfinished? Why do some of the people portrayed in it appear so strange? And is it really by Michelangelo? London.ナショナルギャラリーのフィリップ・マッコートはミケランジェロが描いたとされる埋葬について次のように書いています。この絵画を見て驚くのは、それが未完成の作品であることである。第一に驚くのは、未完成のスケッチが残されているというよりは全くの空白になっている点である。それはこの絵の持つ謎の第一歩でしかない。だいたいその絵はどこから出てきたのか、なぜ未完成なのか、またここに描かれている人たちがなぜこうまで奇妙なのか、その前にこれは本当にミケランジェロ自身の作品なのか、などなどと。広し林浜松 City Japan。 この絵には大変な謎が隠されていました。で、その謎を解く前に一つ解決しておかねばならない問題があります。ミケランジェロ・ブアナルティですけども、そのミケランジェロが描いたとされる作品がこの
埋葬と言われている絵です。中央にイエス・キリストらしき人物が表現されています。そしてその周りを何人かの人たちが取り囲んでいます。で、向かって右側、イエスと思われる人物の右側の女性らしき人物に注意してください。この謎を解くためには、つまりこの絵の持つ謎を解くためには、この人物が誰であるかを明確にしておかねばなりません。この人物は誰かということですけども、似たようなポーズの人物を同じくミケランジェロがカッシナの戦いの絵の中に描いています。これがカッシナの戦いと言われている絵ですが、これはカッシナの戦いの絵ではありません。イエスと18人の弟子を描いた絵ですが、それは今日のテーマではありません。このカッシナの戦いの絵の中央やや左寄りに一人の人物が描かれています。この人物と埋葬の絵の中に描かれている人物のポーズが大変よく似ている点に注意してください。少なくとも先ほど言いましたように、イエスと18人の弟子として描かれている人物の中では最もよく似ているということになります。上半身をやや後ろに反らせながら、頭でそのバランスをとっています。で、この人物は誰かということですけども、その謎を解く鍵をアグスティノ・ヴェネチアーノが残してくれました。ほぼ同時代の芸術家ということになります。アグスティノ・ヴェネチアーノは右下のような絵を描き残しています。アグスティノ・ヴェネチアーノの描いた絵の中に同じ人物が表現されています。今赤枠で囲ってみました。で、この両者を比べてみると全く同じであるということに皆さんはお気づきになると思います。ここが今日の重要なポイントとなりますから、皆さん自身の目でしっかりと確認しておいてください。そしてヴェネチアーノの絵の中には数字が隠し込まれていました。左から1502となります。1502です。この方式はミケランジェロが描いたとされるカッシナの戦いの絵の中に仕込まれた775027と同じ方式ということになります。つまりこのような形で中世の画家たちは自分の絵画の中に暗号を残したということになります。ついでながら775027はユダヤのゲマトリアによって解読すると、キリストは聖書でいうところのカインであるということになりますが、それも今日のポイントではありません。今日のポイントはベネチアーノもですね、同じ方式で数字を隠し込んでいたということです。左から1502となります。15、つまり15はイナンナの神聖数、そして20はシャマーシュの神聖数ということになります。ヘブライ語は左右自由に読む習わしになっていました。それはともかくも、この赤枠をつけた人物はイナンナということになります。右の青枠をつけた人物はシャマーシュということになりますが、それも今日のポイントではありません。イナンナに注意してください。
話を元に戻します。この立っている人物はイナンナということになります。イナンナです。どうしてこんなところにイナンナが描かれているかという問題が出てきます。なぜこんなところにイナンナが描かれているか、まあ、つまり右からですね、イナンナ、イナンナとなると一番左の人物もイナンナとなるわけですが、なぜイナンナなのか、その謎を解く鍵をあのレオナルド・ダ・ヴィンチが残してくれました。ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる東方三博士の礼拝の絵の中にその謎を解く鍵がありました。Jesus Christ, after 1500 years in the Renaissance, left us human beings a very important message in the painting of the Adoration of Maggie, painted by, under the name of Leonardo da Vinci, that Maria is Inanna, again, Maria is Inanna,And here you see its proof and evidence. You see a secret number of 131 hidden in the painting, a number of 131 which stands for Inanna in Jewish gematria. You see its proof and evidence in this video.1500年後のイエスはダ・ヴィンチなる人間が描いたと言われている東方三博士の礼拝の絵の中に私たち人間に対して大変重要な伝言を残しました。つまり聖母マリアはイナンナのことであると繰り返します。聖母マリアはイナンナのことであると、その絵の中に131という数字が隠し込まれていました。131はユダヤのゲマトリア、つまり暗号によればイナンナを意味します。それをこの動画の中で皆さんにお見せします。広し林浜松シティジャパン。聖母マリアはイナンナでした。その証拠が東方三博士の礼拝の絵の中に残っていました。この絵を注意深くご覧ください。この右下の部分です。ここに文字らしきものが書かれています。1500年後のイエスはこのような形で私たちに多くの伝言を残しています。これもその一つです。この文字らしきものを180度回転します。するとそこに131という数字が浮かび上がってきます。131です。独特な1です。131ですね。で、131をユダヤのゲマトリア、つまり暗号によって解読するとイナンナであることがわかります。131イコールイナンナということになります。つまりここに描かれている聖母マリアはイナンナのことであると1500年後のイエスは私たち人間にこのようなメッセージを残してくれました。繰り返します。聖母マリアはイナンナのことでした。またの名をイシター、つまりイナンナイシターということになります。マリアイコールイナンナ、
つまりこれがルネサンスの時代に現れた1500年後のイエスから私たち人間に対するメッセージということになります。で、結論ということになりますが、この3人はイナンナイコールマリアということになります。マリアです。イナンナイコールマリア、マリアイコールイナンナということになります。となると、ミケランジェロが描いたとされる埋葬の絵をどのように解釈したらよいかという問題が最後に残ります。またそれがこの動画の結論ということになります。なぜミケランジェロはこのような絵を描いたかということです。イエスを取り囲む人たちの目は冷たく、そしてどこまでもイエスを蔑んでいるかのように見えます。ミケランジェロ・バヌルティです。埋葬という題された絵です。そして中央にやや色が変化したイエスが表現され、そして左の女性はそのイエスに向かって指を指しています。これはダ・ヴィンチも同じような手法で描いていますけれども、その指の先にいるのがイエスであることを示すハンドジェスチャーということになります。つまり中央にいるのがイエス、そしてその向かって右側にいるのがマリアということになります。そして大変奇妙なことに、このイエスにはですね、埋葬と言いながら聖痕がどこにも描かれていません。処刑された後のイエスとしては極めて不自然なイエスということになります。頭にも傷はありません。体にも傷がありません。つまりこの絵はですね、未完成の未完の対策というふうにして逃げることによって、さらにその向こうにもっと重大なメッセージが隠されているということになります。イエスは処刑される前にすでにこのような状態であったというふうに解釈するのが自然ということになります。ではその向かって右側にいるマリアはなぜこのような表情をしているかということです。つまりマリアはイエスが処刑される以前にすでにこのようなマリアであったということになります。考えるだに恐ろしいことですけども、イエスの死の背後にはマリアがいたということになるのではないでしょうか。Wikipedia writes that the crucifixion of Jesus occurred in the first century of Judea, most likely between 30 and 33 AD. Jesus' crucifixion is described in the four canonical Gospels referred to in the New Testament epistles.Attested to by other ancient sources and is established as a historical event confirmed by non-Christian sources, although there is no consensus among historians on the exact details. But why and by whom was Jesus crucified? He is Son of God, then?Why and by whom? イエスの貼り付けによる処刑は紀元後30年から33年の間、ユダヤ暦1世紀に実際あったと言われています。詳細については諸説がありますが、4つの教会福音書にそのように記録され、キリスト教以外の世界でもその事件は確認されていますが、誰がなぜイエスを処刑したのでしょうか。なぜ神の子である
イエスが処刑されてしまったのでしょうか。その事件の向こうは歴史の深い闇の中に包み込まれています。広し林市浜松シティジャパン。前もって話しておきますが、この絵画は右下に未完成の部分があるため、一般には未完の大作と位置づけられていますが、本当にそうでしょうか。またそのように考えてよいのでしょうか。ミケランジェロ・ブアナノティが描いた埋葬という題のついた絵ですが、この絵はどう考えてもおかしいですね。埋葬です。つまり処刑されたイエスが埋葬されるシーンを描いたものだというのです。中央に描かれているのがイエスということになりますが、このイエスにはあるべき聖痕が書かれていません。また体も大変綺麗で、刺し傷のようなものはありません。なぜでしょうか。で、これについて、これはミケランジェロの未完の作品である、まだ完成していない作品であるというような言い方で説明されていますが、本当にそうでしょうか。もう一度この絵をしっかりと見ていただきたいと思います。この絵で最初に気になるのがこの女性ですけども、指で中央の人物を指しています。この手法はダヴィンチが岩窟の聖母でも用いられているものです。右の天使の指先に注意してください。つまりこのような形でこの先にいるのはイエスですよということを示しているということになります。つまり中央に描かれているのはイエス自身ということになります。ここをまず皆さんしっかりと確認しておいてください。となるとこれは本当に処刑後のイエスなのかということになりますが、私林浩司は処刑前のイエスと判断しています。またイエスの表情は大変優しく、つまり静かな表情をしています。そしてこのイエスにもひげが表現されています。短い、言うなればちょびひげのようなひげが表現されています。ダヴィンチ、ミケランジェロは処刑されたイエスについてはひげをつけて表現しています。それは今日のポイントではありません。ともかくもこの中央に描かれているのがイエスということになりますが、本当に処刑後のイエスなのかという問題です。が、何よりも気になるのは処刑後のイエスであるならば、そのイエスを囲む二人の人物の表情がおかしいということです。二人の人物の表情をしっかりとご覧になってください。当然悲しむ、あるいは落胆する、絶望する、そういった雰囲気の場面であるにもかかわらず、二人の人物は大変冷めた顔をしています。しっかりとここを確認してください。大変冷めた顔をしています。繰り返しますが、イエスの顔は大変穏やかで眠っているかのように見えますが、その両側の人物は大変冷めた顔をしているということです。で、その前に一つ外堀を埋めておきます。これもミケランジェロなる画家が描いたとされるシステナ礼拝堂の壁画です。で、この壁画で一つ注意していただきたいことはですね、ミケランジェロは生きている人と死んでいる人をですね、肌の色を変化させて表現しているという点です。上はまだ生きている人ですね、が下の人は半死、半分死んでいる人ということになります。そして死んだ人はこのような色で表現されています。まあ、色によって生きている、死んでいるを表現したということになります。これはシスティーナ礼拝堂の天井画一般にも同じ
手法で使われていますから、また皆さん注意してご覧になってください。で、埋葬と題されたミケランジェロの絵に戻ります。この中央のイエスの肌の色に注意してください。健康な白い色ではありません。やや黒ずんでいます。つまりこのような形でミケランジェロはイエスは半死、半分死んでいる状態であることを示していると私林博士は判断しました。で、このイエスは本当に処刑後のイエスなのかという疑問に戻ります。ところがですね、同じ構図の絵をあのダ・ヴィンチなる画家が描き残していました。これはルーベンスが模写したと言われているアンギャリの戦いの絵です。で、そのアンギャリの戦いの左下にですね、奇妙な人物が描かれています。で、まずこの絵を簡単に説明しますと、この絵は中央で2つの勢力に分かれています。そして向かって右側に竜が描かれています。竜、つまりサーペント族の象徴です。隠し絵、騙し絵の手法です。注意深くご覧ください。なお、この絵の中には何重という隠し絵が描き込まれていますが、それも今日のポイントではありません。ともかくもこの絵はそういう絵だということですね。その流れの中に左下の人物に注意してください。一見すると兵士のように見えますが、この絵の中には別の顔が表現されていました。左上を注意深くご覧ください。緑色で表現してみました。そうです、ラム族、レプタリアン族の人物が描かれています。その下は日本の法隆寺に所蔵されています侍像と呼ばれている像です。顔が一致します。つまりここに描かれているのはレプタリアンの、まあ、人物であるということになります。となると、なぜこんなところにダ・ヴィンチはですね、レプタリアンの人間を描いたかということになります。今ご覧いただいているのがその写真ということになりますが、私林博士が2012年前後に発見したものです。ダ・ヴィンチが知る由もなかった写真ということに、あるいは像ということになります。そしてもう一度この中央の人物を見てください。これも騙し絵です。この人物は頭から血を流していますが、血であると同時に降臨、ハローを表しています。その証拠にこの人物の、左手の甲には聖痕が表現されています。つまり処刑されたイエスということになります。顎の下にはちょびひげのようなものが表現されています。注意深くご覧ください。つまりここに表現されているのは処刑されたイエスということになります。そのイエスを左の人物が冷ややかにどこかニヤニヤと笑いながら見つめているということになります。この構図は先ほどから紹介していますミケランジェロの埋葬の絵の構図と一致しています。イエスと、そしてそれを見つめるレプタリアン族ということになります。手の甲に表現されている聖痕、丸印で示しましたが、聖痕に注意してください。で、そのレプタリアン、あるいはラム族の人間と思われる人物は誰かということですけども、その顔とですね、シュメールに残るイナンナ像と比較してみます。左に今ご覧いただいているのが古代シュメールのイナンナ像です。イナンナです。そのイナンナと中央に緑で色付けした、まあ、人物の顔と比較してみてください。同じということが皆さんにも分かっていただけると思います。つまりここに表現されているのはイナンナということになるのではないでしょうか。で、その絵の構図と、繰り返しになりますけども、ミケランジェロが描いた埋葬の絵の構図を比較してみてください。中央にイエスが描かれ、それを冷ややかに見ている
イナンナ、そしてミケランジェロの絵の方では女性ということになります。イエスが処刑された後の様子を描いたものであるとするならば、誠にもって不似合いな表情ということになります。もっともここだけでしたら、その左のラム族の人間がイナンナであるとは限らないということになりますが、あのダヴィンチがこんな絵も描き残しています。東方三博士の礼拝と題された絵ですけれども、その絵の右上に隠し数字が仕込まれていました、上下反転しますとそこに131という数字が浮かび上がってきます。この数字の書体は、セントジェロームの絵の中に書かれている61という数字と一致します。ともかくも131という数字が浮かび上がってきます。131というのはユダヤのゲマトリアによればイナンナ、イナンナを意味します。つまりここに描かれている中央の人物はマリアイコールイナンナ、イナンナイコールマリアということになります。それをダヴィンチが、東方三博士の礼拝の絵の中で示しました。こうして謎の点と点が線でつながっていきます。もう一度この場面を確認してください。ここが今日のポイントということになります。つまり右の埋葬と題された絵はですね、実は埋葬ではなくてこれから処刑されるイエスを描いたものだということになります。1500年後のイエスは、ダヴィンチ、ミケランジェロなる画家たちを使って自分の思想を私たち未来の人間に残したということになります。そして右の人物の目に注意してください。光の出ますか、影の透け方によるものだと思いますけども、目がつり上がっているのがわかります。異様につり上がった目としても表現されているということになります。その左の、レプタリアンの目つきと視線と比較してみてください。これもある種の騙し絵、隠し絵ということになるのかもしれません。で、結論ということになりますが、イエスを挟んで向かって右側にいるのがマリアということになります。そして左にいるのが流れからするとバプティストのヨハネということになります。そしてマリアの右横には、マグダラのマリアも表現されています。つまり考えるだに恐ろしいことですけども、イエスの処刑にはマリア、そしてバプティストのヨハネが関与していたということになるのではないでしょうか。しかもそのイエスは処刑前にはすでにこのように半死の状態であったということになります。で、最後にもう一つ謎が残ります。なぜマリアはですね、イエスとこのような関係になったか、あるいはそういう関係であったかということですけども、その謎を解く鍵がこの絵の中にありました。もう一度この絵を注意深くご覧ください。この絵を注意深くご覧ください。中央にいるのがイエスです。そして右にいるのがイナンナ、すなわちマリアということになります。イエスは処刑前にはすでにこのような状態であったということになります。それを1500年後のイエスはミケランジェロなる画家を通して表現したということになりますが、その謎を解くヒントはこの山にありました。この山を注意深くご覧ください。先の尖った奇妙な山です。この山はミトラがかぶるフリギア帽と酷似しています。
つまりこのような形でミケランジェロはここに描かれているのはミトラ帽をかぶるイエス・キリストであると表現したということになります。ミトラ、またの名をカトリック側は悪魔教と位置づけていますが、悪魔の帽子ということになります。それをマリアは許せなかったのではないでしょうか。ということで最後にもう一度マリアの目を見てください。イエスを見下ろす大変冷たい目として表現されています。最後に一言、冒頭で言いましたようにこの絵は未完成の部分があるため一般には未完の大作と言われていますが、神は未完成の作品など残しません。となるとこの右下の部分はどう理解したらよいかということですけども、これも一種の騙し絵ということになるのではないでしょうか。つまりこの絵を一応未完成の大作としておくことによってですね、なぜ成功がないのか、その位置理由付けをしたものと思われます。しかしこれは未完の大作ではありません。この絵自体が完成されているということです。つまりイエスはこのようにして誰かによって殺されたということになります。同じ手法は実はダヴィンチが東方三博士の礼拝、そしてあのセント・ジェロームの絵の中に残しています。一見すると未完成の作品のように見えますが、実は未完成ではなく、その未完成の部分に別のメッセージが隠されているということになります。つまりミケランジェロの埋葬について言えば、未完成に見せかけて実はその向こうに真実を積み隠したということになります。わかりやすく言えば、聖痕などがないことは未完成の絵だからだと表現しながら、実はその向こうでさらに恐ろしい秘密を隠し込んだということになります。イエスの話はここで終わりますが、イエス、つまりシャマー主はその日貼り付けになり処刑されてしまいましたが、そのイエスに代わって絵や延期はもう一人の神を人間に送ってくれました。それがマルドックということになります。そのマルドックが現在私たちの神として今の今も温かく人間を見守っています。Ladies and gentlemen, it's my great privilege that I can show you our Lord and Savior, Jesus Christ, to you, all good people in the world.
Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make His blessings flow, for as the curse is bound, for as the curse is bound, for as the curse is bound. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders, and wonders of His love. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make His blessings flow, for as the curse is bound, for as the curse is bound, for as the curse is bound. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders.